は FF4 ですね、続きやっていこうと思います。では、前回、バルバレシアと戦ったところで終わったんですよね。で、ゴルフェーザーの狙いとしては、光と闇のクリスタルが揃った時に月への道が開かれると。で、それをね、狙っているために多分地底に行くだろうという話になったので、私たちも地底に行くべく、そうね、なんか、カインから、アイテムをもらったんですけども、ね、それを掲げるといいぞっていう言ってたんですけども、どこで掲げるのみたいな感じだったので、今回、ね、その場所を探しに行くってことですね。いや、ミニマップが下にないと厳しいな。あれ、ここなんだっけ？はい。あ、ファブールか。あ、そうだ。あ、ちょっと待って。先にあれ、ポロムとポロムのところ寄っていかないとダメだ。ダメだ、ダメだ。そうだ、そうだ。ファブール城じゃないや。そうでしたよね。そこからやんないと。じゃあちょっとまた戻ろう、バラン城。では、バラン城着きましたと。さて、パロムとポロムがいるところは、陛下の変貌に気づいていながら命が欲しいばかりに嘘をお任せを。ああ、ああ、ああ、復活できるの。あ、金の針使っちゃった。あらららら、らそこはマグマの石っていうのをね、使わないといけないんだけど、地底に行くには。何も起こらない。あー。これさ、なんか、まだ無理なのかな？これなんかさ、復活する方法あったら、その時は、今は書かなくていいんだけど、ムーンさんそろそろパロムとポロムのところ行った方がええで、みたいなこと書いてもらえるとありがたいかな。はい。まあ、その時が来たで構わないので。FF4 プロの方、よければご協力いただけるとありがたいです。ということで、まあ、なんかアイテムかざせるっぽいけど、なんもなかったので、行きましょうか。ちょっと戻る時にね、そこの街とか見つけたんだよね。まだ行ってないっすよね、ここ。もうアガルトの村。ここはドワーフの血を引く者の村、アガルト。ほう。ここに古くから伝わる井戸が、建てまつってあるんです。その深さは計り知れないとか。は？底なしのように深そうだ。はぁ！もしかしてここにぽーいとか？あ！マジかよ！なんだ？あ！あ、ガチでそうだった！いや、またコバでなかったんだけど、この辺。君たち、何も動揺しないのは、随分肝が据わってますね。この前の一体によれば全てのものには裏と表が存在する。そう、この世界にも。あ！あ、これがフラグだったのか。私、力持ちよ。おじいちゃんのおじいちゃんのずーっとおじいちゃんはもっと力持ちだったって。頼もしいですね。あれ、この家は何もないの？あ、ネミング、ああ、怖っ。ちょ、お前なんてとこにいるんや。わしらのご先祖どうやって来たか。それはの、果てはされてしまったかの。あ、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、ちょっと私この上のお店に行きたいの。お嬢ちゃん、はい、はい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 、オッケーオッケーオッケー。あ、防具屋、一応バランジュ揃えてきたんだけど、なんか、あ、あ、鉄のコテ、セシルコテも持ってるんだ。へえ、あれ、ちょっと待って、あれ、てか、コテの方が攻撃力高いってどういうこと？で、全然剣つけてるよね。まあ、剣のままでいいか。お金あるから買っていきますかね。アイアンシールド、アイアンヘルム、シドじいちゃんにね。装備。あれ？
おい。まあいいや。あ、ルビーの指輪つけとくか。オッケー。あ、武器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 。ロッド、杖、スピア、ブーメラン、弓、クロスボウ。あ、なんだこりゃ。あ、初期武器っぽいな。置いてあるやつ。あらら。お嬢ちゃんめっちゃ、行動範囲広くないちょっと。さあ。ドワーフの子孫だからかな、僕がチビなのは。オーガの子孫だったらよかったのに。ほう。あ、ちっちゃいのも可愛くて好きですけどね。さあ、あとは、この家かな。私らは太陽の恵みなしで生きていけません。しかしご先祖は違ったとか。ほう。あ、天文台。うちの人たら観測に熱中すると沼津食わずなんだから。コリオ天文台、世界で唯一望遠鏡があるんですよ。最近月の様子が変で観測に忙しいんです。ほう。ここで月を観測してる。2つの月、一方は生き物もおらん月だが、もう一方はどうも生物がいるらしい痕跡がある。その月は最近赤くなってきた。まるで血の色のようにな。ただなんのことが起きなければよいのだが。ほら、地球外生命体かしら。ちょっと見てみましょう。お、え、え、ちょ、もう一回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 。これ動かせんのかな。スティックで動かすとか。普通に月見えるね。あれ、なんかどっか操作すると終わっちゃう。あらら、赤い月見たかったね。さて、じゃあこの村はこんなもんすか。おお、おお、穴ぽっこり。よし。あとね、私気になったところがもう一箇所あって、このここは行くんだけど、こっち、そう、これ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 。あ、でもまだ行けないんだね。あらあらあら。そう、あとここね、ここを見て何もなければ進みましょうか。あ、エブラーナ城。あら、誰もいない。めっちゃアイテムあるんだけど。あ、エブラーナってもう私個人的にちょっと聞き覚えがあるんですけれども、はるか彼方にプレイした時の記憶を頼りにね。あ、言わないでおこう。こっち、これ取りたいな。お、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 クワールのヒゲ。え、初めて見る。セイトン、クワールのヒゲって何？あら、あった。デスと同じ効果。へえ。あ、じゃあこれも。あれ、でもこっちはいけないんだが。あらら。隠し通路欲しい、 FF5 の。お、お、エルメスの靴。ハイポーション。あ、で下に降りて、あ、銀の砂時計。あ、エーテル、エーテル。うわー、何？これ逃げれない？あ、まあ戦えると言っちゃ戦えるか。よし、戦おう。ジャンプ。あー、でも、指導やばいなー。白魔法。違う。かばうか。え、ちょ、待って。あー、ちょ、逃げたい。あ、逃げられないの？嘘。わー。あ、やば。ちょ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 、攻撃のペースが速いよ。
硬いんだよねこいつ。あわわ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 わ、死なないか。あーあちょい待ち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 、うわー逃げられないのつらい。もう400とかもう異次元でしょバカ。わわわわわわ、あー会員さん、これはやられますか。カイン硬いね。あーくそー、くそだよーって。ちょっともう一回行くわエブラナ城。よじゃあ戻ってきました。あこれ外に出ちゃうんや。はーはー、ちょっとこっち側も見よう。こっち側もあれ、今度はどっちも行けないぞ。おバッカさんの酒、でこっち側とかも無理無理無理。お口封じの矢、お一万ギルやった。待って口封じの矢ってローザじゃないの。沈黙にすること、あ強いんじゃない使えれば。ほほ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 ほ、この宝箱取りたいのだが。あボムの魂、何も入ってない。戻ってきた。うんこれ以上いけないか。この宝箱気になるけど、まあ先進むか。まあまた来ることになると思いますしね、ここね。ごめんねちょっと宝箱をいっぱい取ってしまったけど、もし人がいたらこの状況びっくりするだろう。あれって。よしじゃあ行きますか。あちょねえ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 、あちょ、あ怖い、あ危なー。いやでかかったなさっきのモンスター。地底地底地底へゴー。はいどこだ。この辺もなんかありそうだね。あれここ、あここあれか、ミシリアか。あそうだですわ、ミシリアですわ。いや、サイトル使うのめんどくさいんだよな。今どこにいるの？まあ、使うか。はい。あ、通り過ぎたもしかして。ミシリア、上がると。あ、通り過ぎてる。こっちだわ。もうちょっと、あ、ここだね。よし。行きます！おお！なんか勝手に動くんだが。あ、マグマが。あ、なんか塔があるし。あれは？赤い翼。あ、一足遅かったか。戦っているのは営業言葉するしっかり捕まんとれ。ひとじいちゃん、ずいぶん好き勝手やってくれるじゃないの。痛いか、エンタープライズ辛抱してくれ。落ちる、あーもうまたパーティーリさんは嫌だ。セシル、あよかったローザがいるね。あみんないる。ローザ、みんな無事か。あーじゃがエンタープライズが怒りでしもうた。駒を飛ぶのは危険じゃんな。仕方直りてみよう。
はい。あ、この BGM めっちゃ覚えてる。地底の。じゃあ早速、ここにドワーフの城というのがあるの行ってみましょう。ここはジオート様が治めるドワーフの城。おー、ラリホー。ドワーフって言うとなんかラリホーっていうイメージやな。ジオートに会うといい。オルベド悪いやつでもあんたらそうじゃないみたい。お、結構ウェルカムな感じですかね。何この子。私いるか、私のお人形たちがいなくなっちゃったの。あなたたち知らない？ジオート様がお待ちかね。ここは大事な部屋入っちゃダメ。ご一緒にせーの、ラリホー。あ、こんにちはみたいな感じなのかな。あのハワイのアロハみたいな感じ。無事でよかった。優しいじゃん。ドワーフのアイテム不思議人間が使いこなせるかな。あ、ここ600ビューって高っ。ここは、あ、アヘポーション出るわ。ちょっと買ってこう。よし、こんぐらいあればいいだろう。あ、コテージも。よし。あ、万能薬マーキュアめっちゃ高いね。よし。ここは、あ、金の針とか。あ、金の針さっき使っちゃったんだよな。ちょっと買っとくか。状態条件はね、うちでの小づち。あ、なんと、あ、なんと、よし、ダイエットフード。もう S のあるからいいと言っちゃいいんだけどね。まあ念のため。あー、なんか豆に整頓するの求められんな。よし、なんかとこんな感じでいいや。食べちゃダメ。あ、5000ギル。はぁ、金食べちゃダメ。じゃあ王様に会いに行くか。ドワーフの、よし、ご無事だったか。あなたは。私はこの地底世界を治めるドワーフ王ジオット。闇のクリスタルはやはりそのことをできなすったか。奴らの仲間にしては砲撃を受けておった。我々も早く撃ち落とすところじゃった。危ねえ。地底のクリスタルはまだ無事なのか。残念じゃが4つのうち2つは奴らの手に。ああ、なんと、あと2つか。やはり間に合わなんだか。しかしこの城のクリスタルはまだ無事じゃ。ドワーフ戦車隊がなんとか追い返した。さっき飛空艇と戦っていた戦車ですね。そうだね、いたね。あれは飛空艇と申すか。上の世界にあのようなものがあるとは。自慢の戦車隊も空から攻撃されてあっちと来るし。そうじゃ、そなたたちの飛空艇とやで援護してくれのか。まただ、行かれちゃったんだよね、エンタープライズ。それがさっきの砲撃と不時着のせいで、チートばかり行かれちまったんですわい。修理必要なものは用意させるが、補給処置くらいできるんじゃろうが、地底の溶岩の熱には船体が持たん。地上に戻り、ミスるより装甲を施さんとな。よっしゃ、一橋いてくるかの。あ、抜けちゃった。せっかく装備整えたのに。シド、なに、すぐ戻るわい。パワーアップして帰ってくるか。インコで待っとるんじゃぞ。もうフラグでしかないよね、ある意味で。死亡フラグ。気をつけて。ほほ、ローザ、わしに惚れるなよ。こういうじいちゃん好きだわ。 おっさんとかじいちゃん。シド東海だ。あー、シド。ジオとこの城のクリスタルは一体どこに。何を隠そう、この玉座のあの隠し部屋じゃ。あ、これカイン聞いていいのかな。私まだカインを信じきったわけじゃないからな。これなんか私の目の黒いうちは安全というわけじゃ。どうしたやん、誰か盗み聞きしている。やっぱり。何やつ。あ、なんかピョンピョン跳ねてったけど、女の子っぽい。あ、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 誰もいないぞ。この先に気配を感じた。扉のキー、ラリー。あ、開かない。キャー、ほっほっほ。人形が、あ、ここで出んのか、こいつ。ドットだとこいつこんな感じなんだ。普通なんか女の子人形っぽいけど、 3D だとえらい気持ち悪かった覚えがあるな。そう、カルコブリーナね。怖くて可愛い人形さ。バーカめ、のこのこやってくるからさ。
君らを倒してボルメイド様の手土産させてもらうよといったところなんだけど、じゃあちょっと今回ここまでにしておこうかな。じゃあ次回とカルコブリーナとのバトルからやっていこうと思います。はい、ではご視聴いただきありがとうございました。